もうやだよ、さっきの動画で今日終わるの。謝罪動画みたいじゃん。悪いことしてないから。はい。ということで、コメントのことに関してはね、ちょっと、まあ、休ませていただきたいなーっていうことで、まあ、うん、まあ申し訳ないけどっていうとまたさっきみたいになっちゃうんですけど、まあ、そういう事情なんでね、はい、週に1回ぐらいコメントを返す日を作れたな、週に1回ぐらいコメントを返す日を作れたな、週に1回くらいコメントを返す日を作れたらなぁと思いまして、はい、そんなところで、今日はね、雨の日、どうしてるのかなーってことで、はい、うちではこんな感じです。ここ、軒下になる、ここ、ベランダになりますよね。ベランダがあって、下なので、まあ、ある程度、風が吹き込まなければ、雨に濡れないって感じですけど、手前はちょっと濡れちゃうんですよね。まあ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 、うん。花が咲いてるものを中心に、こう、濡れないところにね、やってあげてます。コメントで、サンパラソルどうですかってありましたけど、こうです。こうです。私が変なおじさんです。え？変じゃないから。で、ということで、まあ、こんな感じでね、サンパラソルは育ってますよ。はい。で、軒下ですね。うちはこうやって軒下があるので、結構ね、多く避難させることができるんですけど、まあ、これもね、じいちゃんがお家を建ててくれたおかげなんで、うん、そうですね。じいちゃん自営業で塗装屋やってて、これが本職。こんなのを、こんな感じに。塗装屋さん。まあ、じいちゃんって言っても、僕に子供がいるんでね、じいちゃんなんですけど、まあ、正確には、うちの父ですね、じいちゃんは。はい。誤解をね、生んでそうなんで、じいちゃんは、私の父親でございます。はい、こんな感じです。そして、こっち、ここにもね、ここも同じようにね、避難できるので、やってます。はい。アジサイはもともとね、軒下です。太陽、花が咲いた後、アジサイは、こう、軒下に入れてあげると、花が長持ちするんで、あえて、こう、明るい日陰で管理してます。あとはこの辺にちらーっと、軒下に避難させてあげます。そうですね。できるだけ、こう、梅雨の時期、ジメジメしちゃってるんで、水に濡れない、雨に濡れないようなところがあれば、こうやって軒下に避難させた方が、根腐れも解消できますし、いいんじゃないかなと思います。もう一箇所行ってみましょうか。あ、これ、朝顔じゃない。なんだっけ。これ。ひまわりのミラクルビーム。ミラクルビーム。ひまわり咲きます。咲いたら報告します。はい、これがミリオンベルの4色。ピンクと黄色と、なんだろう。オレンジと、チェリーピンク。はい、4色。今これ、刈り込んであるんで、一斉に咲かせたいなと思って、こんな感じもやってます。コリウスもあるよ。フェアリースター。ポーチュラカはね、加湿に弱いんですけど、まあ、基本丈夫なんで、外でちょっと頑張ってもらってます。で、シャコ。ここはシャコなんですけど、車より花が大事かって話ですよね。一応、花をね、避難させてます、シャコに。あとでこれ、端っこに花をやって、車とね、入れ替えてあげようかなとは思いますけど、花は、ちょっと、愛されすぎてますね。はい、そんな感じで。差し入れ。差し入れは嬉しいね。コカ・コーラだな。コカ・コーラですね。サントリーじゃなかった。サントリーさん、いつもありがとう。はい。まあ、そんな感じで、まあ、お家によってね、事情があると思いますけど、軒下があれば、極力雨の日は、雨に濡れないところに置いてあげた方がいいと思います。特に花が咲いたやつですね。花は雨に濡れると結構傷んじゃうんで、濡れないところの方がいいですね。はい。ということで、動画で今日終わるのは、ちょっと嫌だったので、謝罪動画じゃないから。ということで、今後ともね、こんな感じでやっていきますんで、よろしくお願いします。真面目か。ってね。真面目がバレちゃうじゃん。ということで、今日は、手カメラなので、手カメラっていうのかな。これ、あんまりいっぱいできないけど。それでは、
これほくろなのかな。それではまたね、ありがとう。なんで鼻の穴に刺すの？